皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。このチャンネルでは、個人的におすすめするゲームを3000円前後、またはそれ以下の価格のゲームに厳選して紹介するチャンネルとなっています。今後も様々なゲームを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回紹介するゲームは PC ビルディングシュミレーターです。どんなゲームかと言いますと、パソコンを自作するゲームです。組んだパソコンでベンチマーク回してみたり、LED のカラーを編集したり、この動画を見ている方はゲーミングパソコンをすでに持っているかと思います。ご自身で組んでいる方も、そうでない方も楽しめるゲームとなっています。私のパソコンは自作で組んだパソコンを使用しております。これからパソコンを組んでみたいと考えている方はこれで勉強するのもいいかもしれません。ただいまは時期が悪い。時期が悪すぎる。マイニング需要でグラフィックボード高騰、いつ落ち着くのやら。それはさておき、このゲームのお値段ですが、2050円となっております。DLC 全部盛りですと4199円となっていますが、何が違うかというと、このゲーム実在するパソコンメーカーが協力してくれています。その実在するパソコンメーカーの作業場や仕事場の雰囲気を味わえる DLC となっています。ゲームの攻略などには全く関係ありませんので、DLC なしで購入で問題ありません。かなり多くのパソコンメーカーが協力しており、実際にあるパソコンパーツを使っています。相性や、見た目などもしっかり作られているため、購入するパーツをここで決めて実際に買ってもありだと思います。自作パソコンで大事なのはそのパーツ集めです。そして一番楽しい時でもある。何が大事かというとパソコンパーツには相性があります。その相性を確認しつつパソコンパーツを選ばないといけません。そんなに難しいことではないのですが、例えば新しいグラフィックボードを買ったけど大きすぎてケースに入らなかったとか、電源ユニットのワット数が足らなかったり、インテルの CPU の場合は世代によってマザーボードを変えないといけなかったり、その辺の使用感や相性などこのゲームで確認できたりします。次のパソコン何にしようかな。今 AMD Ryzen 3700X 使ってるけど 5800X にしたらどのぐらい変わるんだろうとか、今は時期が悪いですけど、グラフィックボードを変えた時にちゃんとケースに入るかなとか、いろんな確認ができます。現実では買えないけど、RTX 3090を2枚差し CPU は 5950X にしたらどんな感じになるんだろう、とか夢のマシンを作る楽しみもこのゲームにあります。それでは実際のゲーム画面を用いて簡単に紹介していきます。キャリアモードと PC の構成について、そしてフリービルドモードがあります。キャリアモードはパソコンを修理してお金をもらう経営モード、いわゆるストーリーモード。PC の構築については、パソコンができるまでを丁寧に教えてくれるモード。フリービルドモードは現在実装されているパーツすべてを使って自由にパソコンを組むモード。これが DLC の内容です。パソコンのデバイスで有名なレーザー社の仕事場で遊ぶことができます。それではキャリアモードでまずは遊んでいきます。キャリアモードはパソコンを直してくれと依頼が来ます。その依頼をこなしてお金をもらって生きていくことが目的。今回の依頼はウイルススキャンをしてくれと依頼が来ています。メールから依頼を受けると玄関の横にパソコンが届きます。このパソコンを作業場に持っていきましょう。作業場に持っていくこのパソコンの目的が右側に出てきます。PC で OS を起動できること、ウイルスを駆除することが必要です。まずはパソコンをモニターにつなげて起動してみましょう。そしたらウイルス除去のアプリは USB に入っていますので USB をぶっ刺します。これで準備完了、パソコンの電源をつけます。ウイルススキャナを起動するためにまずはインストール。再起動してウイルススキャンすれば完了です。こんなの自分でできそうなもんですが、まあチュートリアルですから。パソコンを玄関横に戻して、メールから報酬をもらいましょう。これで一連の流れは完了です。今回はウイルスの除去だけでしたが今後様々な症状のパソコンがやってきます。玄関から出ると一日が終わり次の日を迎えます。次の日になりパソコンのメールを見ると仕事の依頼が数件来ております。こちらの依頼はグラフィックカードの交換みたいですね。型番も指定されています。GTX 970を入れてくれという。予算も書いてあり、265内で収まるようにしてほしいと。それでは交換用のパーツを用意しないといけません。ショップで GTX 970を探して買いましょう。
2つあるのですが、予算が265なので価格を見て決めましょう。予算以上の買っても自分の手取りが減るだけです。ちなみに GTX970 は2014年9月19日発売なので、約6年前のブラボですね。私は GTX580、GTX780、GTX980、GTX1080RTX2070SRTX3070 と使ってきましたね。そりゃ年も取るはずだわ。ほんで次の日パソコンが届きました。パーツも買いましたので修理できます。右側見ると、OS の起動、グラボの交換、GTX970 以上となっております。ではグラボ交換していきましょう。グラボはここについています。取り外すためには PCI ロックをまず外してから。あと、実際にはラッチと言われる固定するものが、グラボ刺すところについてますのでそこも外してから取るようにしましょうね。買ったグラボを同じ場所に刺して固定したらおしまい。このグラボは補助電源ないんすね。大体高性能なグラボは補助電源といってマザボに刺すだけでは電力が足りず、電源ユニットから直接電力をもらいます。交換が終わり電源をつけてみましょう。OS が起動したらこの依頼は終わりです。グラボの型番が変わったりすればグラボのドライバーにインストールとインストールが必要になってきます。あとは玄関横に置いてメールからお金を受け取って依頼完了です。購入したパーツの値段も入っております。こんな感じで依頼をどんどんこなしていくのがキャリアモードです。難易度は進めていくと上がっていき、どこが壊れているかわかりませんとか、このゲームができるようにしてくださいなど、漠然とした内容の依頼も来ます。その辺はぜひ購入して遊んでみてくださいね。次はフリービルドモードで遊んでみましょう。このモードは夢のマシンを作ってみたり、購入予定のパーツを試したりするモードです。皆さんのパソコンはどんなケースですか？自作パソコンのいいところはまずケースを好きなのに変えれるところ。ちなみに私は今使用しているメイン機とサブ機、共に真っ赤に光っております。水冷パーツも充実しておりますので、水冷で組みたいけど難しそうっていう方はここで予習してみてもいいかもしれませんね。いろいろ悩んだ結果、スターウォーズに出てきそうなケースでいきたいと思います。ケースに合わないパーツは合っていませんと表示が出てきます。ケースファンも大きさがあり合う合わないがありますからね。互換性がありませんなどの注意も出てきます。これは Z 系のマザボを選んでいる場合、AMD 製の CPU はつきませんので互換性がありませんと出てきます。Intel 製の CPU と AMD 製の CPU で付けられるマザボが違う。マザボもいろいろ規格があるのでその辺も調べていく必要があります。こちらがマザボですね。いろいろ種類がありますが重要なのはチップセットの種類。まあこの辺は長くなるので割愛します。マザーボードを決めて付けたら次は CPU。X 系のマザボを選んでますので、AMD 製の CPU しか付けれません。AMD 製の CPU は世代が違くても付けれる場合が多いです。スリッパは除く。ということで最新の Ryzen 9の 5950X を選びました。次は CPU クーラー。これも互換性があるものないものがあります。簡単に言うと物理的につけれるかつけれないかです。基本私はクーラーしか使わないのですが、今回は簡易水冷でいきましょう。次はメモリ。だいたい 32G あれば不足はありません。周波数もそこまで気にしなくてもいいですが、どうせだったらマザボの規格のギリギリ攻めてみてもいいと思いますよ。そしてみんな大好きグラフィックカード。今回は3090、2枚差しでいきたいと思います。最新のグラボ3000番台は現在3090のみ SLI 対応しています。2021年4月8日現在 RTX3090 の値段は約30万。SLI 2枚差しだと60万。グラボだけで60万早べーすね。でもゲームだからセーフ。であとは電源、ストレージ、ケースファンなど取り付けて完成したものがこちら。なんていうかなかよく見えないし、よくわからん。けどケースはかっこいい。いろいろ悩みまくってこれ作るのに約1時間半かかったんです。もっと派手になるかと思ったけどクソ。グラフィック性能のランキングとか CPU ランキングなども見れますので、高性能なパソコンを組みたい場合参考にしてみてください。ではこの構成でのベンチマークをやってみましょう。現実ではシネベンチや FF15 ベンチなどで性能を測ることが多いですね。このソフトでのベンチスコア、よくわからないと思いますがこういうものだと思ってください。もう一台作ってみました。構成はほとんど同じ、グラボが一枚だけの構成です。簡易水冷から空冷にチェンジ。スイッチどうですかこの派手さ。寝室にあったらまず寝れない眩しさ。個人的に最近光るものは全部ゲーミング的な意味合いを持ってしまい、
街中でたまに見るピカピカ光るバイク。あれを最近私はゲーミングバイクと呼ぶようになりました。とまあこんな感じで好きな構成でパソコンを組んで遊ぶのがフリービルドモードです。余談ですが現在の私のゲーム環境はこんな感じ。VR にハマっていたりハマっていなかったり、これからもたくさんのゲームを遊んで面白いものは紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。気になった方 PC ビルディングシミュレーター遊んでみてくださいね。絶対ハマること間違いなしですぞ。それでは次の動画で会いましょう。